皆様こんにちは、代々木八幡にある、アルドワックの、酒井亮と申します。普段は日本の旬の食材を生かして、スペイン料理を作って、コース仕立てで提供しております。ワインも、そのコースに合わせたペアリングなど、セットでご提供しております。こちらのお料理は、ヤリイカに、パプリカやハーブを練り込んだひき肉を詰めて、トマトソースで煮込んだお料理です。地中海側でよくやる、山と海の幸を合わせたお料理の一つです。本来はあっちでミートボールとイカを一緒に煮込んだお料理なんですけど、それを、詰め物として形を変えて提供しております。レーズンや、松の実などを加えて、結構コクがや甘みも加わった複雑味のあるソースとなっています。今日のお料理はですね、こちらのエルボバルデエステナスというワインに合わせて考えたものでして、こちらのボバルはですね、亀のアンフォラで仕立てたものとなってます。非常に強烈な果実やスミレの香りなどですね。で、アンフォラ熟成特有のまろやかな仕立てにもなってます。で、渋みはほどほどで、酸も綺麗にありますので、このお肉の力強さや、イカの香りですね、滑らかなソースと一緒に、合わせて非常に相性がいいかなと思います。